どうもこんにちは、トゥルチャンネルのことですと。はい、樋口優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はもうね、2本目のおまけというか、もう本当にただ単純に練習とか、まあ、そういったものをどうやって見つけてるのとかっていう情報交換イメージで、はいはいはい、ダーツプレイヤーがあのダーツバーでやりがちな何かに対してこう会話、そうそうそう、もうディベートにもなるような、うん、お話とか、はいはいはい、だからそういうのを軽いノリでね、今日は喋って、特にテーマがないのでフランクに聞いていっていただけたら、はい、編集してる僕がもしかしたらここにねタイトル入れてるかもしれないです。何について喋ってますみたいなね。ああ、なるほど、ね、はい、はい。まあただそれだけの映像なので、あの皆さんね、うん、ラジオ感覚で聞いていただければありがたいです、はい。いつも僕からこうね、あのお話をいつもさせていただくので、はい、樋口さんから、うん、あのもしよかったら、今日はもう樋口さんから。なんだって。今日は僕から、はい、ちなみに小谷君は練習メニューとかってありますか？あんまり実は用意してなかったりします。うん、僕もないです。終わったじゃん。一応練習メニューはないんですけど、決まり事を作るとその日その日じゃないよねっていうのが一応あって、その日テーマにしたいことっていうのが毎日あるみたいな、うんうんうん、練習するときにはテーマがあるっていう感じで、例えばあの急にね生配信で僕60だけを狙う練習とか、あの1週間以上継続してやってみたりだとか、そういうのもやるんですけど、それって単純に狙いとしてはまず普段打ち慣れてないから慣れたいっていう気持ちがあったりだとか、なんかあの上手くなろうじゃなくって、例えば20と3のラインだけはしっかり合わせれるようにすれば、セパはねそこまであの悩まなくてちゃんと削れるんじゃないかとか、軽い気持ちで取り入れるんですけど、じゃあ20取りを真剣に入れていこうっていう練習をするときはまっすぐをしっかりと取ろうとか、ブレたときはまあまあブレに合わせて、なんでブレたか、離れるタイミングブレてるなとか、でそういうところでちょっとずつ離れと、あとはその縦と縦の意識で調整力みたいなものを身につけようっていうのを案に考えて投げたりだとか、はいはい、あとは普段から自分の投げ方がある程度は固まるって嫌やな、安定してきてるんで安定してきてるんで、ブルって僕の中ではゼロやと思ってるんですね。あの点数じゃなくって、はいはいはい、標準として縦と横、うん、X と Y で言ったらゼロ地点になるじゃないですか。そうですね、はい、はい、なので標準っていう意味なんですよ、僕の中ではもう標準の標準みたいな、はいはい、やけどそっからゼロが60に向かって動くことによって何らかのアクションがあるっていうのを考えてるんで、その角度であって腰の動かし方とか、60への動きが慣れてれば必然的に3への動きができるはずやしとか、そうそう、なんかちょっとアレンジしているところを練習を重ねたいなとか、なんかそんなことをその日その日で思ってやったりはします。いや、はい僕も練習メニューってなくて、仕事とか行くとプレイヤーデーとかっていうのね、うん、やっぱこっちにあるんで、ちょっとアップしてじゃあお客さんと対戦しますなとか、アップの時間長めに取りたいなと思ったらみんなでビッグブル大会イエーイとかってやったりしますけど、結局練習って自分が見ているところに入れたいところにダーツをちゃんと飛ばす条件を作れているかっていうのを、まあ、日々確認だし、もっといい感覚ってないかなとか、それこそさっき調整力って言いましたけど、ちゃんと向き合う、ね、例えば、まあ、16に向かってちゃんと向き合うことができないから、どういう感じで入ればいいのかなとかっていうことを考えるのが、練習だと思ってるので。ダーツを投げるっていうことに関して常にそういう意識を持ってるっていうのが僕的には練習ですよね。さっきもね、小谷君が言ってたように60に自分の照準を持っていきたいっていう時は60になのその風景になれるっていう言い方をするんですけど、はい、これは僕の言い方っていうよりかはどっちかっていうとその、ね、スティールの人なんて結構ダブルを回ったりとかしますから、はいはい、うん、じゃあそのね、例えば 4W に向かって構えているっていう時の視界ってこういう感じだよっていうのに
はい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 、うん、なるほどなるほど、まあ、それを知ってあげる、その風景知ってあげるっていうのが、はい、結構大事ではあるなと思ってますけどね。ああ、今のもいいっすね、風景いいっすね、すっげえイメージしやすいっすね。確かに自分の練習っていうのをするときってほぼスティールでしかしてないんですけど、はいはい、うん、そういうときとかもあのダブル回るとか60にひたすら投げるとかではなくて、じゃあ61から僕だったら7取り投げて、うんうん、7取り投げてシングルに入ったらそのまま14シングル投げて最後20ダブルを打つという、その時のこの体の動きでちゃんと20ダブルにトライできてれば次60に、はいはいはい、うん、なるほどなるほど、決めるまでとかやって、決めるまでとかやってても全然面白くないんで、確かになるほど、うんで面白くなかったら僕練習ならないと思ってるんでね。うん、確かに、あの、うん、もちろん昔やったことありますよ、そのなんかシングルに3本入ったら次のシーンみたいな、ありますね、やったけどね、うん、もうなんか全然つまんなくて、うん、つまんないと思ったらやっぱ練習にならないんですよね。なんか例えばなんですけど、どうしても僕たちって言ったらおこがましいんですけど、楽しもうっていう言葉って相手にかけると思うんですけど、うん、はいはい、当然その昔だったら、まあ、自分もその楽しもうっていう言葉を難しかったなって思う時期もあったし、なんだろうな、まあ、もう当然練習って、まあ、苦しい時期はあって当然なんかなと思ったりはするんですよね、うんうんうん、その苦しさを乗り越えてやっと楽しさが、まあ、わかるのかなっていう、その、このね、こう、うんうん、その、うん。あ、その時って、うん、まあ今多分見てる人たちも、まあ僕らがどう、うん、どんだけ、いや、苦しいのも楽しいんだよって、これは多分なんか乗り越えた後やから、今は、あれすっげえ役に立ってるから、あれめっちゃ良かったなとか。だからこそ今なんか課題にしてるものも、あ、いい課題見つかったな、やったねって。なんか難しいことでも、あ、難しいって思えるってことは伸びしろや、やったみたいな。こうね、うんうん、本当の意味で喜べるとは思うんですけど、まだ、ここを飛べてない人たちって、そうですね。ね、その人たちになんか、楽しめって言っても、まあ難しいんだろうなっていうのはやっぱ思うんですよね。うんうん、で、例えば僕は苦しい時正直あったんで、はいはい、クリアした方法っていうか、そんな時でもやっぱり、あ、楽しかったなって、その当時でも苦しいながらにも楽しめた方法っていうのが僕の中では、その自分の中でのライバルと一緒にダーツをしたことやったんですよね。うん、なんかどんだけ負けても、どんだけ自分のダーツができなくても、やっぱりその人たちと一緒にやってるから、その向き合うっていう時間は共有できてるんで、うん、その苦しみだけをフォーカスするんじゃなくって、誰かと対戦しててとか、うん、気落ちるっていう意味では良かったんですよね、すっごい。でも、うん、投げる向き合う時間は一緒やから、うん、うん、だから純粋に僕はその人のおかげで、まあ乗り越えてきたところもあったんですけど、いや、うんうん、なんかでも、まあそれでもレーティングを気にしちゃう人もいて、なんか投げれば投げるほどメドレーとかやったらレーティングがっていう人もやっぱ中にいてて、うん、僕は幸いなことに別にレーティングは本当にどうでもよかったタイプやったんで、その一緒に投げてる頃に勝てれば嬉しい、うんうんうん、負けたら悔しい、そのカードっていうところは正直あんまり見てなくて、いつかこいつに勝ってやろうぐらいやったんで、そこは僕は助かったのかなって思うんですけど、まあ今ってやっぱ時代が時代なんで、そうですよね、はい、いろんな人が発信するじゃないですか、時代が時代なんでね、そう、じゃああの人は何ヶ月でこんだけレーティングが育ちましたとか、いらない情報いっぱい入ってくるじゃないですか。そういう人たちにどうやったら、じゃあ今の直面してる苦しさってこう解放じゃないけどちょっとは紛らわせれるんだよみたいな
ことを教えてあげれるのかなって思ったら、まあ、自分のそう体験談をお話しするだったり、例えばその樋口さんの、ね、まあ、今ジャパンですごい上位にいらっしゃる選手から、うん、僕はこうやって苦しみから抜けたんだよみたいなことを聞けたらもしかしたらいいのかななんてちょっと今ふと思ったんですけど、うん、ああ、僕の一番苦しいんだろうなんだろうな、14、はい、直前ぐらいから、はいはいはい、8までを14直前から8まで落っことした時かな。おお、それはなんでなんですか。うん、いや、それはね、ちょうどフォースタンス理論が始まったぐらいの頃だったんですよ。うん、あ、もう結構前ですよね。そうですね。プロデビューするより前だから15年前とか。うん、はいはいはい。うん、